Your point is an elephant. そして4足目ですかね、次。いやもうね、そうですね、ちょっと僕から箱が見えるんで、どれかなっていうのはちょっと分かるんですけど、全部やばいっす。これかな。あ、ついに、はい、いっちゃいます。はいこれ、うん、ちょっとこれ本当にあの見てる方はちょっと失神しないように本当お願いします。はい、こちら F50 の味ゼロ4のオリジナルの日本未発売人工芝居。きたー、やばい、味ゼロきたー来ましたね。はい、これはもうオリジナルの AG って多分なかなか見ないと思います。これはこの AG、 うわ、多分 2,3 世代前の。確かに、はい、これは多分本当に見ない。これはその日本で見たっていう人がいたら、あのうちのお客さんだと思いますはい、このスパイクイコール多分うちのお客さんみたいな。いやもうこのあのスタイルがエロいっすよね、はい、もうね、このザ・あのアディダスのキングみたいな感じのスパイクだと私は思うので。やばい、相場的にも。いやこれはすごいっすね、本当に。僕も言ってもアディゼロユーザーなので、はい、アディゼロがずっと長かったんですけど、はい、もうモデルチェーンにするたびとかこのカラーとかの場所を通させていただいたんですけど、はい、いやもうこれを超えるのなかなか出てこないなっていう。そうですね、これ並みに軽いのが多分最近の X ゴーストぐらいまでなかった。メッシ 15.1、16.1 ですが出せなかった印象があるので、これは神格化されてすごくいやレアものかなと。やばいっすね、アディゼロやばい。ちょっとなんか本当にあの昔好きだったアイドルがまんま出てきたみたいな感じで、すいません、はい、あの普通に、はい、あのワールドカップの FG と男に出た、はい、いますので、これが 25.5、6.5 がいるかな。うわこれは結構ね、ひょんなところに、はい、これが多分皆さん知ってるあの中で皆さんよく終始って言ってバカにしてた、うん、あの時のワールドカップの2014が懐かしい、はい、ここにはあります。多分普通にまだ履けますし、そんなに、はい、そうソールの黄ばみとかもないので、ちゃんとしたいい商品だと思います。すごいですね、このだからスパイクに14って数字入ってた時に、当時は14、はい、まあ、まあ当時の年なので、はい、ピンときてなかったんですけど、やっぱりこう年数が経つと、はい、あ、なるほどねと。確かに確かに、この年代物ね、はい、みたいな感じのレア感が出るようなことを計算して作ったのかなと思うと、すげえなって思って勝手に感じてました。おー、確かに当時ね、結構ワールドカップの時だけやっぱ各メーカー特別な感じがされるので、やっぱね同じようなカラーですよね。なんで同じナイトロチャージって、やべえやべえやべえ、これやべえ、ナイトロチャージのこれやばい、はい、ナイトロチャージもいますからね、ここに。うーわ、しかも綺麗ですね、はい、ちゃんとした新品未使用がめちゃくちゃいいゲットできるので。僕ね当時、はい、そのチーム、自分のチームやってたんですけど、はい、その時背番号当時14だったんですよ、はい、でもこの14がもうめちゃくちゃ良くて、ちょうど都合がいいですよね、はい、無駄に、アディゼロと、はい、ナイトロチャージとプレデターを持ってました、はい、なぜかコバだけ持ってなかったです、ね、はい、ああなるほど、インスティンクト、はい、なぜか無駄に持ってて、あ、14かっこいいなと思ってたんですけど、年代が経つとあのワインのこう並べるみたいな、何年ものみたいな感じの、はいはい、結構ね年代物でおってなってしまう、まあ結構ワールドカップのいいところかもしれない。そうですね、あの時のってこう思い出しますよね、はい、ブラジルそうだったとかね。もう僕はザックジャパンが好きだったので、はい、もうこのスパイクはすごく香川真司君たちが頑張って、はい、苦戦して頑張ってたなっていう姿が思い浮かぶんですけど。そうですね、いやーすげえ、いやーもうね思い出話すると終わんないんですよ。やばい、みんな大好きナイキのマジスタのオーパスの AG、うわーこれもこれも好きな人やばい、はい、好きな人やばいと思います。やばい、でちょっと仕様が違います。そう、それが透明だったり選手主機品用で、元々の品番が市販品とは違う商品になってます。すごい、まあ、結構ねマジスタマジスタで神格化されているような感じで、本当に多分 AG っていうのはだんだんと少なくなってきてます。僕あの選手支給品って、はい、選手が履いてらっしゃるやつとかで見たことがあったんですけど、はい、あのサッカーとか時々ご一緒した時とかに、はい、でも新品で、はい、マジブースで見たことなかったんで。確かにあんまり国内は流通しないです。たまーに国内でも流通してることがあるんですけど、
確かにナイキは特別に少ない印象はあります。アディダスとかだと平気であるんですけど。すごいっすね、何でも出てきますね。何でも出てきますね。4次元ポケットも出してるのすごいすごいですね、はい、スパイクのテーマパークですね。はい、もうそう言っていただければ幸いです。なんで何でも出てくるの何でも出てくるつながりで、はい、次はなんと、うわ、この箱で多分分かる人もいらっしゃるかなと思います。はい、あのトッティ大先生のトッティ大先生だ、はい、これがあのテンポの6。あ、もう俺も見てるだけで幸せになります。やばい、あーやばいっすね。あー、もうなんか全部満たされる、はい。でソウルがでも圧倒的に鏡面フロームなのであの、なんていうんですかね、これはちょっと飾れないぐらい、あ、奥にしまってます。すごい、これ一応商品のような気がしますただ多分結構適当に根付けして通販に出してるような気がしますので通販サイト見てください。いやー、すげえかっけえなー。あの、このメッキソウルじゃないんですけど、はい、あの僕はあのアシックスで今、はい、X フライプロの東京で、はい、あれを履かして、はい、はい、履いて、あの、剥がれの動画を出したりするんですけど、あの、結構剥がれると難しく、まあ、剥がれますよね。なるんで、結構ショックですよね。でももうそれがやなら履くなんて話ですよね。まあまあまあ、これは間違いないです。でもあれですか、鑑賞用でもいいし、はい、まあ、できれば履いてもらってもいいしみたいな。はい、まあ結構ね、あの、投資家の方みたいな方も結構一番いらっしゃるんで。なるほどね。なるほどね、シャーク同士、はい、結構ね、昔は中国人バイヤーが多くいらっしゃいました。中国だといい値段で売れるらしいですよ。なるほどね、なるほどね。これ多分やるな、俺の味、はい、中国店、はい、俺もいいやはい、ありがとうございます、はいはいはい、さあ、来ました、はい、残り5足。今度はちょっと部活生にお好きなスパイク。 Your point is an elephant